全然開けなくて。食べてよ。ごめんよ。眠い。やばい。寝起きにいいとやだ。うんうん、おはよう。こんな寝起き久しぶりじゃない。顔パンパンだもん。ちょっとおはようめっちゃ寝起きの顔してるし、声もガスガス。おはよう。やだマスクしようかな。マスクしよう。今日はなんとか曇ってんのかな。ねえ、レッドブルのさ、ノンシュガーだっけ、なんかシュガーなんとかってやつってあんまり美味しくない。この前普通のやつ飲んだんだけど、でもさ、今日って1本しか飲んじゃダメだからさ、朝に…いや、ダメだな。1日1本。守る、怖いもんだって。なんかシュガーなんとかってあるやん。あんま変わんない味。変わんないならいいんだけど。起きれた。誰がと、みんなも早起きしてくれてるよね。無糖ってね、美味しくなさそうだよね、やっぱ。昨日はでもドキドキはしてた、なんか飲んで、レッドブルを飲んで。痛かった。いやー、公演前に飲もうかな。あー、どっちも公演だね。劇場公演。ウーロン茶ってさ、喉の潤い消すっていうよね。あんま飲まんほうがいいかな。舞台の時は
髪の毛を結ぶまで。やって眠い。今日疲れきてたらダメだよな普通。髪の毛めっちゃボサボサだし今日。こんなボサボサの日あんまないんだけど。水買おうか。久しぶりにこんなボサボサ髪の毛。私疲れてると髪の毛ボサボサになる。東京戻るのか今日。って言ってるね、なんか。いやでも今日は自力で頑張りたいから、ジョンマイラブはなんかレッドブル飲んだ後って疲れが逆にどっと感じないって昨日思ったの。めちゃくちゃ感じるなって。だって今眠気とかも一気に消してくれてるから。そりゃそうか。めっちゃだから昨日の夕方の配信はもうダメだった。今日はでも6時間くらい寝たかな。昨日がちょっと短くて4時間くらい。やばい、もうお手紙も間に合わないかもしれないから徹夜で書かないといけない日が来る。今日は爆睡だった。久しぶりになんか寝たって感じ。変な夢見たけど。うわこれ全部夢だったのか。長かったなって感じる夢だった。なんか現実じゃないかと思って。あ、人面マ人面マニは出てきてない。人面マニってマジでやばいよな。どんな夢見てんだろう。いや怖い顔、もう鬼滅みたいな感じの怖い顔の人面鬼だった。でも夢見てるってことはちゃんと寝れてない。うわ長かったな今日の夢。なんかすっごい長く感じた。現実にありそうだからすごい現実だと思ってたけど夢だった。なんか夢でも疲れたもん。疲れたわ。じゃあこれが夢だったら。あでもこうやって朝ねショールームをして喋ってるうちに発声がちょっとはできてる。15分だけになっちゃうんですけど。今日土曜日？それサヤリも言ってた。これ発声？いや喋だってこっちにこっちになんかこっちの触覚めちゃくちゃ少なくない？なんかい
正直言ったらまだ寝ぼけてる。なんならやっぱ起きた瞬間、わ、ショールームお休みしてちょっと寝ようかなって思う時あるもんね。一瞬ね。さすがにさ、愛媛から東京行くよって人はいないか。私だけ？私だけとか言って。今日の夜疲れてるかな。疲れてるか。私のこと。眠。不細工。飛行機が一番疲れる、私からしたら。あの座ってる感じめっちゃ体痛くなる。ウーロン茶は飲まないでね。てか荷物まとめられてるのかな。忘れ物ありませんように。欲しい物、充電器だ、持った、化粧水持った、ごめんね、ちょっと物音うるさくしちゃって飛行機で。でも気絶はしたくないんだよな。公園のやつちょっと確認しないと、さすがになんかもうやばい。できる自信ないんだけど、ちょっと脳が本当に覚えてくれてるのであればそれを信じたいが、本当に私の脳は今そんな賢いのだろうか。それは分かりません。あとは公園ってなったらいいんだけどね、ポジション違うっていうのがなんとも。急に自分の元のポジション戻っちゃったら怖すぎない？ぶつかってる。でもそれが嫌だ、こんがらがるのが一番嫌だな。あれ今どっちだっけってなっちゃうのと、番号は危ういかも。ぶっつけ本番っていうのがめちゃくちゃ怖し、大事故起こせない。36日、ちょっとごめん、今日もサボっていい？
ごめん。でも朝ごはん食べないとあんまり気合が入らないので朝ごはんを食べます。なんか柔軟剤変えたからさ、めちゃくちゃいい匂いする。香水いらないんじゃねって思うけど振り回す。ルンバが LINE くれた。もし私が倒れたらジョンマイラブはルンバに託します。ショールームに新しい機能がついたら気がついた。エフェクター。いや、私は倒れたことはないからな。あとは貧血で。それはでも疲れて倒れる。でも普段そんな超芸能人みたいにミュートできんの？アップデートしてないわ。じゃあランキング読みます。ちょっともうはいやー眠っ。13位幻さん、12位ゆうきさん、11位新血アットマーク、うなとりどんさん、10位ロロさん、9位茨城のダイムアットマーク3ヶ月ぶりにジョンマイラブ劇場で見る姉さん、8位しんすけアットマークうなとりどんさん、7位エズマッチアットマークマリンゴキヨチサックさん、6位ワイキアットマーク舞台公演移動と大変だけど体調に気をつけて頑張ってねさ。テンション低く5位私の読み方中山フェスタさん、4位チョロさん、3位ギョッタやったマーク鳥ももえさん、2位イナジやったマーク泣けずの成長見守りたいさん、1位 MM ルールズ岐阜の夜と人生に乾杯さんです。なんか緊張してきて気持ち悪くなってきた。私の良くないところ、緊張すると気持ち悪くなる。プレッシャーとかがなんかね、気持ち悪くなっちゃう。頑張る。よし。できます。それでは。今日はジョンマイラブと、劇場公演。皆さん応援しててください。それでは、いきます。